JBL はアメリカ合衆国カリフォルニア州ノースリッチに本拠地を置く世界有数の音響機器製造会社であるジェームス・ビィーランシングにより1946年に設立された。1969年にジャービス・コーポレーションに買収され参加に入った。その後、韓国のサムスン電子がハーマン・インターナショナル・インダストリーズを買収したことで サムスンの参加に入った。現在、コンシュマー向けの JBL と、プロフェッショナル向けの JBL プロフェッショナルの二つのブランドが存在している。iPod 対応のドックスピーカー、JBL ラジアル家庭用オーディオ製品、ホームシアター、カーオーディオといった民生機器から、映画館やスタジアム、コンサートホールといった大規模施設の放送用機器、放送局や、 レコーディングスタジオ向けの業務用機器まで幅広い分野の製品を手掛けている。業務用および個人用のヘッドホンも開発、製造、販売しており、パーソナルコンピューターの普及後はパソコン用や携帯音楽プレイヤー用のアクティブスピーカーといった個人向けの製品にも力を入れたラインナップを展開しており、スマートスピーカーも手掛けている。それらの中でも特に スピーカー製品が著名であり、JBL の多くのスピーカーの特徴は、ドライバーが軽く高効率で、大型の低音用のドライバーを有していることである。また、他社では、珍しい高音ドライバー、コンプレッションドライバーを備えた製品群を持っていることも、このメーカーの特筆すべき特徴である。JBL のスピーカーは、初動特性と音場表現能力に優れているとされ、 プロの録音スタジオ、映画館などでも多く使われている。フォードモーターとトヨタ自動車に高級車向けのカーオーディオを供給している。なお、同グループのマークレ・ビンソンブランドのカーオーディオも JBL が供給を行っている。また以前は、ホンダのオプションブランドであるギャザーズにも供給していた。1980年代には、日産自動車のセドリック、グロリア、シルビアなどで、 同社ブランドのスピーカーがオプションで搭載されていたことがある。他にも日本使用者にはないが現代自動車のグレンジャー、韓国使用者等に純正装着されたモデルがある。JBL パラゴン D44000、パラゴンは1957年に開発が完了し、1958年に発売された JBL 初の3ウェイ型オールホーン形式の左右一体型ステレオスピーカーである。 JBL のスピーカー製品の中でも、名機中の名機と呼ばれ、最高級スピーカーの一つとして知られており、この形式のスピーカーは、個人設計、制作のものではなく、メーカー製のものとして発売されたものでは1958年の初発売時から21世紀の現在に至るまで、本機が唯一のものである。製造には、高い技術を持つ木工職人を必要とし、 JBL の工房で一気ずつが全て手作業で製造されていた。1958年から1983年までの間に仕様を幾度か変更しながら約1000台が製造され、1988年まで販売された。JBL 設立前にジェームス・ B ・ランシングはアルテックの副社長をしていた。経緯は次の項目を参照のこと。 携帯音楽プレイヤーを直接接続して用いることのできるアクティブスピーカーの一種。2009年7月31日現在少なくとも公式には設定はない。資料によっては、ツイーターは後の改良型から追加された仕様であり、最初に発売された製品はツイーターのないェイ型であったとしている。ありがとうございます。